中地のマイクラ実況を見てるみんな、こんにちは。はい、こんにちは。ひろきです。今日はよろしくお願いします。久しぶりにねやってまいりましたよ、中地さん。はい。うわ、めちゃくちゃやりにくい。あの、この収録始まる前にね、声がちっちゃいという中地に怒られたんで、はい、今日はね、大きい声でね、はい、元気にやっていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ひろきさんよろしくお願いします。皆さんこんにちは、私ウームの中地と申します。どうぞよろしくお願いいたします。イエイ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 。あれだね、カズさんと一緒にやった時ぶりですね、僕らは。そうですね、はい、はい、今頑張ってあの司会を進行させていただいてる感じですけど、ひろきさん大丈夫ですか、ね、鼻血出そうになってます。相当無理してますよ。相当無理してます。だいぶ無理してますよ、僕は。それお仕事とかに支障出ない程度にお願いしますね。はい、はい、で、ひろきさん、今回は、はい、この後ろの例のあれですよね。はい、例のあれですね。あの、見ておりますよ。はい、見ておりますか。はい、私を見ておりますよ。カズさん、本当にいろいろありがとうございます。ありがとうございます。本当ありがとうございます。で、まさかですね、ここにチェストと、あと作業台が置いてあるという形で。うん、で、ちょっとここを開いてみますと、開いちゃいますよ。はい。はい、開きますと、カズさんがまさかこれ、私たちにプレゼント。ダイヤが。ダイヤ。入ってますね。何でしたっけ、あの謝罪の旅みたいな。謝罪の旅みたいな感じで、本当カズさんわざわざこんなしていただかなくても本当ありがとうございますみたいな感じなんですが、でもせっかくいただいたものなので、これ有効的に使いたいと思いますよね、うん、じゃあ僕にかいただけるっていうことでよろしいんですかね。違いますよ、何言ってんですか。何言ってんですか。ちょっとびっくりしちゃいました。でですね、じゃあ今回このカズさんがせっかく取っていただいたこの鉱石をですね、遊戯に使おうと思いますので、なんでしょうね、せっかく鉄こんなにあるっていうことなので、鉄道を作ってみたいなと私思ってるんですが、どうでしょう。いい、いい、とてもいい、とてもいい。じゃあ早速、じゃあ今回はですね、鉄道作りをやってみたいと思います。こういう風なのを作りたいとかってもう構想はあるんですか。いやー、そうですね、まあ結構思ってること結構ありますよ、うんうん、で例えばなんですが、ブー村からシホさんの村まで行くのはだいぶ遠いと思うので、あんま足らないかなと思いますので、うんうん、なので今回はここのウー村付近を鉄道をつなげたいなと思ってます。ジェットコースターみたいに作りたいです。あー、かなり上がったり下がったりみたいな。それで上がったり下がったり、ちょっと村の雰囲気が見えるようにしたいです。うん、いい、うん、で早速なんですが、レールを作るところから。そうですね、まずはカズさんからいただいた鉄をですね、はい、ちょっと使いたいなと、ちょこっと使いたいなと思ってます。で、普通の鉄にしたいです。うんうん、ダイヤももったいないのちょっとまだ置いときましょう、うん、まあ、鉄はありがたく、ありがたく私が全部取りました。使わせていただきます。はい、いただきます。で、十分の、よし、お、できました。お、レール。じゃあ全部。でもなんだかんだ私結構鉄いっぱい持ってますね。私のチェスト。結構あるよね。結構ありました。今さっき全部私が取っちゃったんですが、結構あった。ひろきさん今どこですか？ん？家の裏にいますよ。家の裏？じゃあちょっとパワードレールをひろきさんに渡します。パワードレール。はい、これがあることによって力が入るみたいな感じだと思います。わかんないですけど、加速装置的な。そうです、そうです、うんうん、でもこれも必要。レッドストーントーチ。スタートはどこですか。じゃあスタートどこにしましょう。家の前がいいですよね、うんうんうん、家の前がいいので、ここら辺、ここら辺からやりますか。で、どっちに向かって、あっちに向かって、スケルトンさんハウスに向かっての、向かっての、向かってスケルトンハウスさんの上を登っていきます。登ると、登ると。で、そうするとカズさんのベッドも見えての、うんうんうん、で、そこから落ちる際にウサギのところを行っての、あ、はいはいはい、これ結構大仕事になりそうだな。大丈夫かな。大丈夫です。ひろきさんはこっちまでちょっとつなげてください、スケルトンの方に。はい、ひろきさん、はい、あのマイクロミート出ますよね。そうですね、はい、よかったら皆さん。急に宣伝が、宣伝が。いや、何やるんですかマイクロミートで。普通にプレイもします。はい、お、プレイするんですか。はい、いやー、楽しみですね。いいよ。あとは、はい、映像作品を、お、マインクラフト
実写系で。お、実写系、まさかの。やって、やって、まあ今絶賛作ってる最中なんですけども。あ、そうなんですね。いやー、すごいですね。ちょっと実写に 3DCG のクリーパー合成してみたりとか。おー、プロじゃないですか、完全に。いやー、まあ大変。いや、まあ大変。いや、皆さんもしよろしければご覧くださいよ。ぜひ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 。あー、いい感じですね。ここすごいガッタガタになりそうですね、これ完全に。大丈夫ですか、これガタガタになっちゃって。いけるでしょ、コースアウトとかあるのかな。コースアウト、もう脱線です、脱線。はい、結構完成しましたよね。結構いい感じに。いい感じに。ああ、羊さんがすごい待ってる。でも予定よりだいぶ長くなったんで。長くなりましたね、思ってた以上に。レールがあったんで。そうですね。で、ここ、よいしょ。多分これ大丈夫ですかね。この赤いのが何ですか。これは、あれですね、レッドストーンが稼働するようにみたいな感じで、このパワーレールが今稼働できるみたいな。ああ、ビュンっていくんですか。そう、ビュンっていく感じです。じゃあ早速なんですが。これ2人乗れるの。乗れないと思います。はい。じゃあ中地さん。あ、本当ですか。どうぞどうぞ。まあそっちで撮ってるからね。あ、そうですね、うん、じゃあ押します。はい、おお、行きました行きました。すごい、スイッチで行くんだ。そうです、スイッチで稼働します。へえ。で、こうやっていって、こう、あ、大丈夫か。あ、いけるいけるいける、いきますね。お、いけたいけたいける。おおおお、これすごいじゃないですか。ひろきさん乗ってます。乗ってないっすよ。乗ってない。今どこいます。おお、もういいですね。ほうほう。あ、いたいたいた、ひろきさんがいた。わーはーわーほんとそう思ってます。持ってますよ、持ってます。あ、結構いいですね。おーおー、おお、降りる降りる、降りた。で、流れ星通って、おお。なんなんですか、その心にもない。おお、あ、羊さんがいて。あ、これ楽しいですね。ね、すごい。で、これ到着。はい、到着しました。カズさんのところに。カズさんのところで終了です。どうですか。ちょっとひろきさんも乗ってみてください。この間、はい、出勤途中電車で、はい、まあ暇なんでスマホをいじるじゃないですか。はい。で、ある診断をやってみたんですよ。こうチェック項目入れてるだけみたいな。はい。あなたはどういう感じですみたいな。はい。やったー。待って、話が、ちょっと、ひろきさん、話が、ちょっと。すごいすごいすごい。すごいすごいじゃないです。おー。あ、行ってますね、ひろきさん。行ってますよ。あ、乗ってる。早い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 。早い。ここになんか降りての、おー、ひろきさんだ、わーい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 。こもってないな。いや、こもってますよ。さっきひろきさんの面影が、はい、愛が足りない。愛足りない。いや、別に愛ないし。到着。はい、おかえりなさいませ。やった、いいですね、これカズさんからいただいた鉄を使ってここまで。おかげさまでうちにレールが、レールがいけました。これいいですね、もっと広げて、なんかここのラミレスでしたっけ、ラミレス、違う、野球選手。まあ、ここのところも行きたいですよね、うん、僕も、わーって冒険みたいな感じになりますからね。アトラクションですよね、完全に。テーマパーク化してきてる。テーマパーク化、いや楽しそう、これ中地ランド、中地ランドランド、いいですね。これ夢の国勝てそうなんじゃないですか、完全に。え、な、反応なし。はい、まあそんな感じでですね、カズさん、はい、じゃあ閉めちゃいますよ。はい、はい、そんな感じですでですね、カズさん、本当に鉄ありがとうございました。他にも鉱石ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今後もいろいろと使わせていただくと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、で、そうしましたら皆さん、また見ていただければ幸いでございます。今後よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。バイ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 。